日産自動車は9月25日、インフィニティブランドのコンセプトカー、QX60 モノグラフを発表した。次世代3列シート SUV のデザインの方向性を示すスタディだ。より具体的には、インフィニティによる今後の QX60 の変革のビジョンを示したもの。日産では、輝くプラチナカラーをまとったインフィニティ QX60 モノグラフは、人気のファミリー向け SUV にラグジュアリー層を意識した風格あるデザインをもたらす、という。QX60 モノグラフでは、エレガントで力強い新たなデザインの方向性を打ち出した。細部のデザインでは、日本の伝統に着想を得たという。日産のグローバルデザイン担当専務執行役員であるアルフォンソ・アルバイサは、次のように述べました。我々は、QX60 の方向性や、さらにはブランドとしてのデザインランゲージがどこへ向かおうとしているかについて議論を始める格好のチャンスだと考えて、モノグラフのデザインに着手したと説明する。単なるデザインスタディやコンセプトではなく、インフィニティが目指す未来の車の変革について具体的な洞察を示す一台だという。QX60 では、インフィニティの未来の3列シート SUV の魅力を高めるデザイン要素や、プロポーションが部分的に反映されているそうだ。同時に日産は、次世代インフィニティ QX60 の量産モデルは、2021年に発表予定と明かしている。